いい音。いい音？いい音。質問というか、ちょっと平井博明を暴こうかなと思う動画を撮りたいんだけど。初じゃん。どうやって売ってるのかなって。ボディターン。ボディーターンだよ。ボディーターン。手打ちでしょ、でも。言ってんのね。言ってんのは。俺のショットってこと？俺のショット、そう。ごく普通のショット。普通のショット、そう。ボディーターン度合いと手打ち度合い8人。なに？手打ちって言ってるからね。うん、そうだね。そうだよ。手打ちなのに、平井博明は？前も動画で言ったけど、両方ボディーターンは入るの。逆言えば、両方手打ちは入って、ボディーターンを入れれば、普通のボディーターンショットだし、ボディーターン入れなければ、ただ手打ち。で、みんなボディーターンの方行ったりとか、ボディーターンやってる人いるでしょ。でも、ボディーターンやってて、上手い人、ボディーターンやってるって自分で言わないから。てか、あれでしょ？プロはさ、ボディーターンになっちゃう。うん、もうほとんどね。で、振り遅れっていうか、その、間に合わせて、こうは打たないよってこと。落ち着いて、こうやって打ちますよってこと。ボディーターンでね。うん、まあ、コメントなんかでも、ボディーターン知らないだけですよとかあったけど、うんとね、知らないんですね。プロではない。いや、言われてたから知らないんだと思って、うん、あ、心配してくれた。そう、知らないってことの一言か。知ってる知らないじゃなくて、プロとか、うん、本当上級者は、うん、俺ボディターンで打ってるって多分言わないと思う。いや、確かに、うん、そんなどやんないね。そうで、普通だし、みんなボディターンだし。だから結局インパクトゼロと一緒よ。うん、いや俺ね、インパクトゼロやってんだよって言わないでしょ。言わない。だって戻せないとスタートしないから。そう、俺多分トール君に言語化してって言われなかったら一生口にしなかったことだからね。あ、ゼロでもインパクトゼロ、それ当たり前だから。ボールがまっすぐ飛ばしたいって言ったら、それぐらいのこと。めちゃくちゃ雑に言っていいよ、うん、この動きが足んないんだよってこと。全然わかんない、荒くて。要はグッバイ、あれ出るっしょって。じゃなくて、あそこまで体を使うんだったら、あの体よりも勝ってないとダメでしょって。そういうことです。そうだから、こうやってんのはなしよって。そう、そう、あえて左脇締めて、こうやってためを作りながら左サイド張って、バンって体のターンで持ってくるでしょ、うん、あれで打ったら、あの体のターンよりもクラブと腕がこうやって勝ててなかったら、そりゃ向こう行くでしょっていうこと。あ、そうね。あ、分かった。そう、あれってことね。分かった。上手くなったらできるから、とりあえず上手くなれってこと。いや、もう本当そう。嘘、そう、うまく、そう、そう、そうなっちゃう。できるようになるから、できるようになる。うまくなれってことね。そう。で、戻ってりゃ、それができるようになるから。だから、ワンナップゴルフの動画では、ベタ足でもいいから、クラブを先に、こうやって戻してねって言ってる。超いい球でしょって。あれが仮にできました。したら、あれに、体のターンを、こうやって加えてくださいねーってこと。言ってるだけ。そう。あ、そうなんだ。そう。これしか言ってないね。言ってない。動画。言ってない。そう。だから、同じことしか言ってない。そう。左脇締めながら、うん、体のターンと左腕の動きを同調させて、締まり感を出して、手元を低く持ってきて。かっこいいね。そう、ターンして、こうやって作って、で、こういうスイングをすればいいって思うと、それを先にやるでしょ。それはもう順番間違いだから。あ、そうですね。そう。一個ずつやってった結果、
こうなるっていうだけだから、うん、あれ見たわけね、ボディーターンへの挑戦っていう、間違いない、間違いない、そう、でもそれやるとボディーターン知らないだけですねって言われちゃうから、言われちゃう、うん、名前つけるからダメなんだよ、そう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 、そうだよ、ほんとそう、だってプロやってんでしょ、上手くなったらやるんでしょ、それやるやる、多分じゃなきゃダメだって気づくからそうなんだよね、うん、だからやってるとやって言わないんだよね、プロは言わない言わない、俺ボディータンやってんだぜって言わないんだよね、うん、言わないよ、俺だって多分プロ何年やってたか分かんないけど俺ほんと記憶の中で俺ボディータウンで打ってんだよねって聞いたことないもん、ほんとに面白いんだよ今思えば、そうだよね、あそうだ、クラブ全然触れてないよとか、うん、体の開きが早いよとか、うん、それぐらいは聞いたことあるけど、ボディーターンっていう単語を多分本当に本気で記憶の中で聞いたことない、ましてや自分ボディーターンスっていうのはないね、本気で、それはもう関係ないよね、そうそう関係ないの、手打ちしてるとかじゃなくて、あの球だから、理想の自分の理想の球がボディーターン入れなくても出るんだったら入れないから、だって必要ないの、そうだね、うん、言っちゃえば余計な動きだから、常に自分何もしなくてもこうやってクラブがこうやって動いてる状態だったらいい、それにこうやって体を使うかどうかだから、いらなきゃいらないんだよね、やらない、でもさっき素振りしてってその後何球か打ったけど、それは徹君に聞かれてボディーターンで打ってますボディーターンっていうか、そう体の回転をメインとしてそれに腕がついてくる感じの動き、そう、そういう感じのイメージで打ってる、いつも言葉で言ってるとか、ああ手打ちとか、ああそういうの言ってるけど、ああ結局自分は違うのやってんだろうなと思ったら聞いてみたそりゃそうよね、そうよ、そうだよね、そりゃそうよ、そりゃなんだよね、申し訳ないけどそりゃそうよ、そうだよね、でも俺じゃ知らないんだろうなと思ったからなんかやっぱり去年からちょっと登録に信用がちょっとちょっとは知ってる、ちょっと知ってる、自分の打ち方の本命は手打ちをもちろん、あそれがあってのボディターンだから、そうですね、それができてからのそうです、本当にその通りです、そうクラブが動かせてないのにボディターンするほど自殺行為ないから本当に、ああそっか、ずっと手打ちで戻して打ってたら、ああ気づくわけね、気づきます本気で気づきます、あれってなんだ、そう本当に、うん、手打ちだからあの動きの基本としては、ああそう、そう、それができてからのボディターンだからね、こうしたいなっていうのが出てくるんだね、出てくる、例えば本当に手打ちでフィニッシュ取ると、うんうん、こうやってなるわけ、そう、そうするとボールに重さとこう勢いっていうのがやっぱり限界があるわけよ、ナイスショットは楽勝で打てるけどね、うん、でなんでじゃあそれが必要なのって言ったら悪いコンディションだよね、例えば風が吹いたり高い球打ちたい低い球打ちたいとかいろいろ欲が出てくるじゃん、そうなった時に入れるもの、そうだからその普通のショットに対してもう本当にナイスボールが出てればいいって言うんだったらいらないから、本当に何回も言うけどその球に勢いをつけたいとかいろいろ欲を足したい時にやってもらって、うん、して球筋を変える技じゃないけど、だから何でもかんでもやんない方がいいね本当にボディーターンで打ってました、すいませんでした、いやこれは手打ちを自分なりにクリアしたつもりだからっていうことです、はい、そうそう、だから本当に手打ちでもボディターンでもどっちでもいいんです、自分の打ちたい球が打ててれば、うん、どっちが悪いとかじゃないんで、そうなんて言われようと、いいショットが出る方をやってください、はい、で今回の動画は以上になります、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします、最後までご視聴ありがとうございました。